はい、皆さんこんにちは、吉田なりまさです。いつも YouTube、Facebook、Instagram に Twitter に LINE やっとね、見ていただいてありがとうございます。さあ、今日はですね、ちょっとね、表題にもあったと思うんですが、食べ比べをしてみたいと思います。こちらとこちら。はい。まずこちら、ポテリッチでございますね。濃厚パルメザンチーズ味ということでございます。そしてこちらの方がですね、セブン&アイですね。天下のセブン&アイですよ。セブン&アイですよ。天下のセブン&アイのポテトチップスでございます。両方とも厚切りでございます。北海道産バター風味ということですよね。さあ、どんなものでしょうかね。金額の違いまずね、あなきゃいけないですね。ですね、セブン&アイ、こっちが138円。こっちが152円。あ、もうすでにですね、15円ぐらいですかね。違いますので、あ、なんとも言えないですけどね。まあ、グラム数ってことですか、こちらは。73g、こちらは 80g なんで、こっちが少ないのに高いということですね。さあ、でもね、原価がね、違うってわけじゃないですよ。値段は原価だけじゃなくてですね、原価がいくら、高くてもですね、流通によってですね、安くなる場合もございますので、なんとも言えません。はい。オリジナル商品はですね、プライベート、ね、ブランドというのはですね、ナショナルブランドに比べて安くなりますのでね、単純にですね、安いからね、まずいとか、いうことではございません。多分。ということで、まずはこちらから、オープン。もういい香りだよな、このチーズの。チーズのね、いい香りですよ。やっぱチーズうまいね。はい、チーズ。あ、そのチーズじゃないですね。はい、いただきます。うん。うん。濃厚。ちゃんと舐めるよ。濃厚。あ、そんな濃厚じゃないですね。濃厚ですね。濃厚の方で。はい、ということでね、これでね、うまいや。もっぱい。うん。じゃあ、この味を覚えておいて、一回午後の紅茶レモンティーでリセットして、で、こっちを食べると午後の紅茶の味がする。意味ないじゃんみたいなね。はい、ということで、どうでしょうか、どうでしょうか。セブン&アイ。あー、ちょっと、あ、濃厚じゃないんだよね。まあそうですよね。濃厚って書いてないですからね。ちゃんと投げるよ、その濃厚だ。あ、濃厚、いいですね。はい、もう今のはいいですね。はい。ということで、濃厚って言いたかったんですね。さあ、こちらこんな感じでございますね。先ほどの、先ほどって言ってましたね。先ほどはこちら。あ、ね、濃さが違います。こっちの方が濃い感じですよね。そのパルメザンチーズ的な、なんかがパラパラって、ちょっと多めにかかってるんじゃないかなという気がします。でもね、あれですよ。形とかそういうのはね、近いですよね。はい。じゃあ、いただきますね。いただきます。うん、あ、軽いね、こっちの方が。軽い。同じ厚切りのはずだね。なんかね、味も軽さだし、軽いって感じだし、食べる、その食感の、軽い感じはしてない。気のせいか。水のせい、火のせい、気のせい。はい。気のせいかもしれないね。うん。いや、気のせいじゃねえな、これ。水のせい、火のせい、気のせい。はい。うん。なんか、こっちの方が、なんか、なんていうのかな。なんて言ったかな。砕けやすいっていうのかな。あ、気のせいでしたね。気のせい。はい。もうそれいいんですけど。気のせいでした。完全な。別に、両方食べやすかったですね。で、味はやっぱ濃いですね。濃いかどうかっていう、それだけか。食べ比べて分かりましたね。もうそれぐらいですね。味があってだけ。もう食べる。食べ応えとか全然、もう。ってことは、セブン&アイのオリジナルブランドでも、いいんじゃないの？もちろんこれ、例えば、だからこの厚切りポテトセブン&アイの方の、濃厚タイプってのがあれば、全然一緒だと思いますね。同じだと思います。うん。特にどっちがどっちとか、関係ないですね。だったら安い方がいいのかなっていう感じはします。はい。なるほど。食べ比べシリーズ。またですね。機会があればですね、ちょっとやってみたいんだかな、というふうにはね、思います。もうこういう感じですね。
あの大きさはちょっと違うものを選んじゃいましたけど、あのこっちがなんか厚いというかその濃いですよね、色がね。これ多分そのパルメザンチーズいっぱいかけてるのか、それともちょっとなんかそういうなんだちょっと焦がすまでいかないですけどしているのかという気がします。どっちでしょうかね、わかりませんけど、まあでもさっき言ったように別にあの食感も一緒だし、あの味のその濃さももちろんこちら濃厚っていうことなんで、違うっていうだけですね。はい、一緒だということが分かりました。ほぼ私の食感では仮面ライダーの敵のシューター、ショッカーですね、それはね。私が今やったのは食感でございましたね。ショッカーと食感全然違いますから、ね、意味合いも違いますしね、顔形も何もかも違いますからね。はい、ということでそんなにアップして言うことかっていうね感じですけど、ありがとうございました。ということで今日はですね、ポテリッチとそして、ね、セブン&アイのですね、厚切りポテト、こちらをですね、ちょっと、食べ比べて比較してみました。結果はですね同じということでございますね。ありがとうございました。では全ての神々はこの指に参ろう。ストップボタンを押して